ガチャガチャ55。5月新作情報200本です。暖かくなってまいりました。さて、100円から暖かい情報をお届けします。岩子消しゴムから来たよ、また、ね、シェアナンバーワンですからね。お、シートマスク、すごいですね。は、光反射しますよ、リフレクター。ポイントカードを忘れた時の顔とかが言ってあれね。あ、そうね、名前が面白いね。なんだこれは。なんか指に手がついてるよ。ちょっと気味悪いぞ。かなりトリッキーなことをやってきたね。いいですね、うん、さあ、缶バッジ出てきましたね。200円だからね、うん、買いやすいですね。新しい上司はド天然。これはポンさんのことじゃないかな。上司ド天然といえば、ド天然といえば私ですけどね。うん、うるさいよ。あ、これも俺のことかな。そう、ストレッチ部おじベイビー伸びるよ。ベイビー、おじが伸びるよ。おじが伸びるの、これでもみんなやると思うな。お、これはあれですね、こう球体だから、こういろんな方向に回してボールを生かすやつですね。パズル、パズルだね。パズルか、うんうん、おー、間違えて回さないでください。これドアノブ、ちっちゃいドアノブ、うん、そうね、全く同じだとちょっとね、うんうん、でもね、面白いですね。歯結び、まあ確かにこういう格好しとるよね。うん、かわいいですね。これちっちゃなポーチなんだけどさ、うん、やるね、200円でそんなのを作っちゃうっていうのがね。そっか、200円のポーチすごいね。まあでも100円ショップにもポーチいっぱいあるけどね。それを一応おしまいなのよ。でもかわいいポーチだからいいよ ね、 うん、うん、あ、ポンの好きなカエルが出ましたよ。カエルまんじゅう、ね、何これ、なりきり免許証って。これ要するに何、袋だけってことですか、これ。あ、すごいね。免許持ってないからね。そうね。マイナンバーカードもいいかもしれないね。うん。お、渋い合金工具。あ、工具惹かれるね。これ好きな人多いよ。うん。フルーツが伸びるんですね。もっちりもちもち。まあ美容系も強いですからね。うん。カラフルペイント。もうペイントされてるんだね。そうだね。いいですね。あ、これあの大学の教授とか講義の時に使ってほしいですね。ライトで、ね、うん、ライトです、指さす。そう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 、それでね、君みたいなね。いや、そうじゃなくて黒板の方じゃねえか。今黒板で使ってるのかな、まあいいや。はい、うん、ひんやりスイーツ、うん、爽やかな色合いでね、面白い。お、これもプニプニ系だね。サメだ、サメ人気。あ、カエル、今回なんかカエル多いよね。なんだろうね、あ、またカエルだ。あ、ほんとだ、カエルばっかじゃないですか。ケロケロ、嬉しいな。ケロケロ、カエルばっか回してみようかな。あ、レモンパック、俺の好きなレモンパックがありましたよ。マーニャンパイ、いい缶って、一個の缶っていうのがあったけどね。そんなのはね。あ、レトロカセットいいじゃない。そしてこうレトロな方に突入したよ、モダンガール、いいじゃない。いいっす、ホテルキ ーポイズンっていうのがひらがなっていうのいいな。ホテルポイズンみたいな、いいですね。あ、人気のカテゴリーですな。ついにもうお風呂だけじゃなくてサウナに侵入しましたよ、アヒルさん。アヒルがね、溶けちゃうね。ヘチマコロン、よくない、これ。懐かしい、なんかこう竹石さん夢地的なね。いいね、可愛いじゃない、これレトロな柄でね、うん、レトロ中のレトロですよ。いいな、ちょっと注目ですよ。注目だね、うん、北富士そば。ついに J ドリームさんが。そう、皆さんね、あの名前の代で名代と呼びますからね。よくあの名代とか名代って言ってる人いますけど、名代ですよ。気をつけてくださいよ。そしてドムドム、うん、中身じゃなくてマークっていうね。可愛いからあの像がね、うん、そうなんだけど中身もいいな。なかなかこう面白いのがいっぱい続くね。出てきたね、 ATM か。お、自販機、これはボタンが押せて口が開くけど中は出ないのかな。あ、中は出ないね、さすがに。あ、この駄菓子懐かしいわ。ポップコーンもフリフリできますよ、ね、食べ物系ってやっぱり強いですね。つりかワン、シャレですね。シャレですね、うん、シャレてるかどうか分かんないけどシャレですよ、うん、冷凍食品。そうか、は、箱根勢ね、がなんかミニチュアのチェーン、キーチェーンだったのかな、ね、皆さん出ましたよ、うん、うん、まあ必ず出てくるから、必ず出てくるからね。それ300円ってどうなの、運で、うん、そうね。あ、
この本当にあるラーメンシリーズのポーチ、すごいね、リアルなラーメンを持って歩くよ。これが丼のサイズですみたいなね。これカプセルがそのままキーホルダー、これもうドライバーとか入ってるから、それはもうドライバーのカプセルじゃないの、ねえ、ドライバーを回すみたいな、やるとこまで来た感じがしますねこれね、うん、溶けちゃうず、やっぱそろそろあったかいからね、なんだろう、なんかこうカエル系、アイス系、爬虫類系、うん、どこでも金庫。これとかでもあの両面テープなんだね、あ、ま、そうなんだ、マグネットじゃないみたいな、あれだね、ガチャガチャハンドルと同じことですね。うん、なるほど。まあでもほら、いろんなとこ貼れるから、うん、そうだね、マグネットはね、金庫に入れるようなお金がなくてもね。うん、あ、クッピーラムネ出ました。クッピーラムネね、かわいいね、あのかわいい柄がね、ね、やっぱ、あ、また出たよ、ポンさん、ドテンネ、ポンさんはドテンネ、ポンさんはドテンネ、うるさい。あ、かわいい、ヤマハの CM のやつと音楽教室の、うん、目印ちゃんもになりましたよ、ね、人気ですね、うん、ほう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 、東方プロジェクト、東方プロジェクトグイグイ来てますね、来てますね、うん、眠い、あ、もうやっぱね、春は眠くなるから、あの今までと違ってこうもたれかかる感じの角度がちょっとかわいいですね、うん、うん、ハブちゃんズなんだそれ、知らんぞ。来ました、つぶらな瞳シリーズ、水族館です、かわいいじゃないからず、うん、つぶらな瞳のシリーズ、プニプニするよ、かわいいやん、パクッパクッとがウーパールーパーになって、ね、あ、いいね、いいじゃない、うん、うん、フルーツの傘かわいいな、かわいいね、なんかほら、ぬいぐるみに持たせて、これさ、チーズ部分がスライミーってことでしょ、そう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 、これ面白いね、作るんじゃない、あのピザをね、土台が、あ、まさに作ってる感じだよね、作ってる感じですよ、そうだね、面白いな、リバーシブル、あ、そういうことか、色が変わるんだね、タコの、そうだね、うん、うん、何の意味があるのかちょっと分かんないけどなんとなく暇な時に裏返すんだろうね、アイス君、あれ、なんかトイツキャフィンさんこういうのもやるんですね、へ、うん、かわいいですね、これはん、トイプードルか、はい、もうこれももっちりしてんだね、もっちりしますよ、もっちりもちもち、もっちりもちもちね、シマエナガに、シシャモ猫なんですかこれ、あ、プッシュポップね、うん、よくあの100円ショップで見かけますね、うん、ね、なんかテトリス的なね、ね、そんな形になって積み上げたいわけですよ、そうだね、そして消したいわけです消えないけどね、消えないけど、むにゅっとチューブ調味料ですか、あ、まあね、うちではなかなかできませんからね、こういう時にやってみたいですよね、ギュギュしちゃう、ね、標本付き、すげえな、昆虫図鑑、雰囲気抜群って書いてあるけど、あ、これもそうなんだ、昆虫図鑑、ジューラマ、すごいね、色で分かれてるところがポケモンみたいですね。おお、出ました、豆本、大好きな豆本出ましたよ、マップルだね、ね、マップルだね、これはちょっと見たいな、うん、あ、アドちゃん出た、きたコスメポーチ、かわいいじゃない、きた、かわいいじゃないのよ、うん、もう何個も積み重ねたいね、コスメポーチを、これもう全部回しちゃってもいい感じですよ、うん、ね、そして、あ、すごい筐体型のアクリルスタンド、あの皆さんギャンブルには気をつけましょう、そうですね、センイルケーキ、お、なんかそうなのか、うん、ウーパールーパー最近多くなりましたね、多いね、うん、ね、まあ可愛いですけどね、海か、海物語だね、ね、ウーパールーパーはいない、ね、あるのかな、海物語って、あるある、ガンガン出てますよ、未だ現役、長いね、長い長い、大ヒットですからね、うん、猫のウニ、あ、3だ、へえ、おててクッションでいいね、アクリルスタンド、あ、うん、へえ、バンダナか、バンダナ、あ、コウメちゃんがいい、コウメちゃん、ロッテのバンダナを頭に巻いて、頭に巻いて、頭にコウメちゃんって書いて、あ、休憩、休憩してください、ね、10秒ですけど ね、 ね、 そ、 んでその間にね、コメントなんかするといいと思いますよ、あ、コメントをいただけるととても嬉しいです、 6.5 センチ、ジャンボマシュマロじゃない、本当だ、あ、うん、このお酒袋にお酒を詰めてお花見に行きたいね、うん、
まあ、これ5月なんですけどね終わってんじゃねえかって話。あ、出たレトロサボ。これ何ですかレトロサボって。え、サボってなんだ。ね、看板か。看板のことなのかな。ちょっと回して確認しますよ。あ、地元パン、うん、第5弾。でも地元のがない頑張れ頑張れ地元頑張れ地元頑張れ地元。懐かしいですね。小豚の貯金箱、うん、貯金できないサイズですけどね、うん、今貯金ってしないのかな。どうなんだろう。なんかちっちゃいコインがついてたよ、ね、これミーアキャットじゃないんで、ないのね。ミーラキャット、そうなんですね。最近なんかエジプト系も多くなったような気がするんだよね。おお、それ毎月言ってるな。大海馬ですよそのことは無視して大海馬、ね、歯のスクイーズ、うん、歯は硬いものを柔らかくしちゃったってことだ、ね、だから楽しい歯のスクイーズですよ。もうすごい腐ってんな歯が。なんだそれは。おいおいシューってやるぞこれ。シューって音しか出ないからお供の。あ、声が変わるやつね、うん、前もあったね。ダイソンなんかね、うん、ブル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 肩をね、うん、凝った肩をなんとか。あ、吉武慎介、あ、ポンさんの大好きなポジになるよ。もうこれはもうね、楽しみだよ、うん、回すしかないねこれはね、うん、佐竹俊介名前が似てる、まあ、それだけなんですけどね。富士人、あ、富士人っていう人の名前。富士人、分かんないな、うん、雲の子かわいい。あ、な、うん、あれさっきのと似てるぞ雲とお化けが似ているぞ。なんかやっぱりねマスコットが多いのは、あのぬいぐるみとかマスコットがね。そうだね、うん、うん、はいはいはい。パスタ弁当よく見慣れた感じですよこれ、うん、ね。ミスティッククリスタル水晶、大丈夫ですか。なんか雑誌の後ろ側にある広告みたいですよ大丈夫ですか。大丈夫かな、ね、なんちゃってドア、これいいんじゃない覗き見防止カバーなのね。これをいっぱいつけてね、うん、あのドアにいっぱいつけといて、ね、惑わすっていうね、うん、寄りつかないね、うん、見てくれないかもしれないね。怖い家だと思われて、怖い家になっちゃうよそれ。あ、また出てきた、うん、うん、うんちくん、うん、強いな、うん、ね、キューブスピナー、縦も横も縦横無尽に回そうというね。ぐるぐる回りそうだね、これね。ぐるぐる回してみて、戻んなくなって泣いちゃうっていう。これ戻んなくなったらどうするんだろうそうだな、その心配あるなあ、なんかレアがあるねこれは。本当だね。何色だと思う。それは分からないよスキルトンだと思うよ。想像のしょ、これこれ、このフルバックカーさ、なんとさ、ヘッドライトつくのよ。あ、本当に？暗い中でも走らせられるっていうのは新しくない？ああ、いいですね。いいですよ。RX7 かっこいいしね。暗闇で走らせてみたよ。ムンク。ムンチと書いてムンク。ムンク。ね。なんかタコのやつがいたけど。なんでタコなんだろうね。なんか滑ってる予感がすごくするんだけど。そういうこと、そういうこと言っちゃダメだ。そういうこと言っちゃダメですよ。いや、アブデカだ。アクリルキーホルダー。へー。あ、これここからお弁当出してみたいな。あ、あれか、お醤油の。そう、大小逆転の発想ですね。いいですね。いいね、うん。メープルシロップが今度はマスコットになって、もう何でもなる。トイスピさんの得意なところだから。そうだね。得意ですねこういうのね。プニプニさせて。あー、ビットが立体的になってます。ビットバイト。ねえ。カクカクしちゃうね。面白い発想だよ。レコード型のボールチェーン、かわいいね。かわいいじゃない。あ、まただ。あら、おやおやおや、かわいいじゃない。ラッピーはラビットのキャラクターです。キリンです。似てないけどねあー、トイズキャビンさんのお得意のところですよ。なにこれ、渋すぎるな。ネジ切り機、小さくてかわいいやつ、チーカーじゃん。つまりチーカーです。マニアックなチーカーだなあとコアラの街がメタルになったよ。カチカチですよ。カチカチだね、うん、エビフライだから背中のソースがいろいろあるね。俺ブラックタイガーやってんやん。何なのそれ、誰ブラックタイガーの何が悪いんだ誰なんだ、だから何が悪いんだよ。あ、山菜にソースをかけて癒される
フィンランドの銀行の貯金箱なんだって。何、口座を開くと もらえるのかな。そうかもしれないね。むしろその本物が欲しいんだ。それを言ってはおしまいなのよ。ケロケロ、うん、カエルで興奮する男。自動で回るの、ゼンマイが。すごいね。しかも15センチだって。大きいね。かなりでかいよこれ。自動で回るってどういうことだ。いろんなとこにでもゼンマイこうくっつけれるんだね。そうだね、結構でかいね。面白いぞ、これ面白いね。ポンさんにひっつけてみたいね。参ります。これは飛び出す絵本ってことかね。あ、本当に立体になったわけね。すごい立体だよ、うんうん、おばんざい、まあ、からのタルト、なんか食べ物系になってきた。そうだね、なんかお腹空いてきたな。減ってきたよ。ピッツァ食べたいな。ピッツァ、うん、いいね。あ、ピザじゃなくてピッツァです。それなんか どっかで聞いた感じなんだけど。チーズをたっぷり乗せて。あ、カリモクでディズニー。これね、本当にあるの。そうなの。本当にカリモクが出してるの。ちゃんとちょっと素敵なね感じ の、うん、あのディズニーバージョンみたいな家具をね出してるのよ。大人ディズニーだ。そうそう、それのミニチュア。楽しみ。あ、甘いもの。あ、また食べ物出てきちゃったよ。うん、お腹がちょっとね減ってくるね。減ってくるね、うん、お、あ、飲みたくなってこれね。あ、こんな飲みたくなる。クイッとね、あの、まあお祝いでも。あ、チビラだって。知らない、チビラ。何、いつもチビってんのかな。何を言ってるの。お腹が空いてくるとね、なんかこんな感じになってきますよ。ちょっとおかしい人がいますよ。すいません、ちょっとおかしいですよ。すいません、扱いいっぱい。もうベロンベロンになりながらね、お届けしますよ。ベロンベロンとね、ヘロヘロになりながらね。むしろもうカプセルに入れて飲んじゃう。なんなのそれは。まあ、まだ飲んでないんですけどね。まあ、そんなこと言ってるうちにね、なんかもうそろそろ終わりそうだよ。肩幅広く、今月もうベロンベロン飲んで回していきましょう。